ポールポジションおめでとうございます。どうもありがとうございます。もういつものように Q1、Q2 としっかりとその自分のやることをやってのポールだったと思いますが、振り返っていかがですか？そうですね、ウィーク、先週のテストからね、タイムはそんなに出てなかったんですけど、レースウィークも入っても昨日もなかなか調子上がらずで、ちょっと不安も抱えた様子にはなったんですけど、やるべきことをやっていつも通りのルーティーンをこなして、しっかりタイムを出し切ることもできましたし、流れはいいんでね、しっかり自分のやるべき仕事をして、明日も、かなり接戦になると思うんでね、しっかりレースマネージしながら、最終的に自分がね、チェッカーを一番最初に受けれたらいいなと思ってるんで、最後まで精一杯頑張りたいなというふうに思います。ちなみに4年ぶりにご自身のコースレコードを塗り替えられたということですけれども、意識はしてなかったんですけども、マシーンもね、ここに関しては少し、もちろん熟成を重ねて、その4年前に出した時よりもバイクはちょっとずつ進化してますし、熟成の中でね、そういった意味ではここに関してはその今の作ってきているバイクが合ってるのかなと。でもまだまだ他の各サーキットでばらつきがあるんで、そこをしっかりその同じ仕様でね、同じように走れれるようにバイクを作っていかなきゃいけないのが一つの課題で、課題はしっかり見えてるんでね、その辺をしっかりやれば、岡山以降オートポリス、そして鈴鹿とね、最終戦しっかり結果を残せると思うんでね、しっかりそれに取り組んでいきたいなというふうに思います。はい、頑張ります。